こんにちは。今日はなんと高子先生の、はい、アトリエリブラに来ております。ありがとうございます。さあ、私はなぜ今日ここに来ているかと言いますと、はい、いよいよ今年高子先生の4冊目となる出版記念のための全国ライブツアーをします。パフ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 、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もう今までコロナがね続いていたので、先生がね、うん、全国を回ることができなかったので、はじける、はじける、楽しみです。はい、はじける、美しいです。で、ですね、日程がですね、札幌がスタートとなります。はい、6月1日水曜日。先生、意気込みを、意気込みをどんな気持ちですか？はい、もうワクワクでしかないっていう感じですね。はい、やっぱ2年半私がね全国を回らないで滑ってるっていうこと自体がね、はいはい、もうね異常事態なんですよ。だいたい1月に、はい、ね、2回はどっかに行ってた人なのに、そうでした、そうでした、めちゃめちゃ交通費が削減できちゃいました。その分もうかけて、はい、貯めたお金をここに、はい、つぎ込む、突っ込むみたいな形で、はい、皆さんとね、現地でやっぱ生ライブ、ね、そうです、ね、はい、で出版記念とか言いながら大して出版の方のこと喋んないんですよ多分。どっちかっていうとね、演奏を聞きに来てみたいな感じですけど、はいはい、もちろん本のね、どういう背景があって、どういう気持ちがあって、はい、っていうのは当然喋らせていただきます、はい、いただくんですが、いわゆるノウハウを教えるとか、ああいうセミナーはほとんどやらないとこも、要は皆さんでお祝い、楽しくセレブリティな感じでね、はい、飲んで歌って歌わないか聞いて喋、はい、って懇親会みたいな形で使っていただくと、ね、いいかなと思います。とてもとても綺麗な会場なので、はい、そこで先生のもう愛、熱意こもった演奏をぜひ聴いていただきたいと思います。はいはい、今回はね、幸子さんも全日程同行していただきますので、はい、この大浦幸子にも会ってみたい方は、はい、ぜひ会いに来てください。はい、はい、では6月1日札幌スタート、皆さんお待ちしてます。